シュがない。まあ、いいや、じゃリップだけど、リップになるね。ちょっとリップ、あで、エアコンちょっと下げよう。暑いさっきまで踊ってたから。暑い。本当にイベントはネスなのよ。嘘つかないよ嘘つかないよ、そんな嘘。本当だよ。嘘だったらな、言わないよ。みそちゃんも近くにいないですよ。そう、今日はみそちゃん卒業イベントでした。暑っ。リップ、リップ必要でしょ。リップは絶対いるよ。リップないとだって血色ないもん。ゼロ。あ、そう、今日メール送れなかった。言うの忘れてたの。午後で言おうと思ってたのに。寝てる、寝てないですね。レッスン中でした。すいません。7午後で言おうと思ってたら忘れてた。集中電子とか、あ、どうしよう。もういいか。いつか。あとね、8月3日、そう、公演なんですよ。そう、だからマジで3時間できるかがすごいギリギリなんだよね。そういう公演出られるのは嬉しいけども。そこがね、まあ、18時には終わるんだけど、え？じゃあイベントが19時59分に終わる。18時に終わるかは知らないわ。何を言ってんだ。16時に公演がスタートでしょ？何時に終わるか分かんないわ。だからできて1時間ぐらいかな。最後移動して、そう、終わるの18時半ぐらいかな。まあでもその終わったところでそのすぐ配信はできないからあれだけど、19時ぐらいからだったらできそうだけど、微妙なところではある。そもそもどこでするかでもね、配信を。劇場でできるのかな。した人いっぱいいるだろうけど。てか明日のスケジュール決めたいけどさ、ちょっと明日の、まださ、明日私何時に出ないといけないとか確認してなくってさ、ちょっと終わってからでもいいですか？これ、終わってから。7午後で決めてもいい？明日の配信スケジュール。ちょっと時間なくてそこまで確認できなかった。朝の時間、朝何時だっけな。朝の時間も分かんない。まだ今日よりも遅くまでできるけど、1時間くらいいけるけど、それできるけど、ちょっとまだ分かんない、正確な時間が。明日もそんな変わんないかも。今日とその作りやすさで言えばそんなにできるわけじゃないから、明日も。でもお昼頃一枠できそうだな。一枠ぐらいだったら30分ぐらい。まあまあ、あとで7号で決めましょう。ちょっと今わかんない。メール明日送れな、ごめんね、送れなかった。いろいろしてたら。いやー、3日の B 公演久しぶりだからちょっと不安だな。
エイトの日のリハーサルとかもいろいろあるから、とても不安。とても不安だよ。大丈夫かな。そう、急出ること知ったから不安です、とても。で、シャロメメとやってるから、配信しないとだから、てか3時間配信したいから、そう、曖昧まで全部覚えなきゃいけないから頭がいっぱいいっぱいになりそうで怖い、そこが。エイトの人 B 公演、頭がパニックになりそう。だから、そう、3日、8月3日の美公演は4時スタートだから、16時スタートなので、だから最後1時間ぐらいはできそうな気はするけど、わかんない、1時間もできるかちょっと微妙なところではあるけど、上の方は配信中に振り入りする？どういうこと？どういうこと？やらないといけないことがいっぱい。明日もイベント、明日もっていうか、明日はイベント。今日もイベント、明日の練習もしないと、やばいやばいぞ。やることがいっぱい。頭が追いつかない。明日はイベントなので、明日ちょっとやんないと、明日のやつも。そう、今日のやつが、今日のみそちゃん卒業公演の練習とかさ、そう、前日にのリハーサルでいろいろ変わったから、いろいろこうさ、6人バージョンになったりとかでいろいろ変わったから、そのままでみんなで覚えたんですよね、そのリハーサルで。そう、ゆうなちゃんが立ち位置考えてくれたりとか、何かな、アフターレインとか、その6人の立ち位置が存在しない曲とかがあるから、あるものもあるけど存在しないやつとかがあって、それはもうゆうなちゃんがその場で考えてくれて、そうさ、あの「夢は逃げない」とかもないから、立ち位置が、それを、そう、昨日のねリハーサルの時に、そう、6人に変えなきゃなけないってなって変えてやったから、ちょっと昨日の時点でこの明日の29のイベントの練習するのは頭ごちゃごちゃになりそうだったからさ、そう、今日のやつ言ってたからさ、やばいな、明日やんないと、そしたらもうイベントですよ。レイちゃんは大丈夫？どういうこと？レイちゃん？レイちゃんはさ、6人の曲は出てない、そこはめっちゃ変わったの。とにかくほとんどの曲が変わったかな、ユニットも変わったりしてるから、明日何時ぐらいかな、明日も4時とかかな、起きるの、私が起きるの、やらないといけないことがいっぱいあるから、うん、もう最近そう、めちゃくちゃ早朝に起きてる、4時半とか5時の時もあるけど、でも5時は遅い方、大したね、しっぽの日の子、お姉ちゃん抜けたとこ、そうそうだね、そう、朝配信同じ、朝配信ちょっとまだ分かんない、まだ決めてないです、明日のちょっと
ちょっと私何時に出ればいいのかも分かってないからさまだ考えてなくって、そういうちょっと分かんない、まだ何時に出るの分かんないな。明日の練習もしないといけないから、いつ寝れるんだろう。明日も早いから早く寝たいけどしないといけないことがいっぱい。明日の手相7午後でまた決めます。ちょっと時間がなくって無理だった、決めようと思ったけどこの枠で無理だった。明日もちょっとさ、一枠が長、一枠一枠がちょっと長めになりそうかも。オール絶対ないな、イベントだからしたくないなで、やだな、そのオールでイベント出るとかしんどい、絶対にしたくないな。それはまだ、それがさレッスンだけの日とかだったらいいけどさ、まだねしたくないけど、イベントだったら嫌だな。オール明日はレッスンもあるから、明日もか。まあちゃっちゃと終わらせて寝よう練習とかいろいろ。今はでもそこまでさ、朝毎朝起きてても、なんだろうな、そこまでな感じ。まあ、オールじゃないから、なんていうの、朝めちゃくちゃ眠いとか特にないからまだ大丈夫。キスバイエイトのそのさ、レッスン期間、レッスン稽古とかの期間で、すごい日があって、そう、朝から夜までが2日間続いていくって。その時はね、さすがに朝眠すぎてね、歩きながら眠れるかと思ったレベルだったその時は初めてだったな、歩きながら寝れるかもって思っちゃった。 なんだろう、そう、歩いてて眠すぎて、こうまぶたが閉じてくるっていうかそれはあったかもその時はさすがに、その時ほどではないからそこまでなんだろうけど、今電車の中でさ、結構さ、朝とかに電車乗ってたの、結構だから通勤時間だったかな。で、その座れなくって立ってたのね、人がいっぱいいて、寝るかと思って、その立ってるのにだよ普段ないのにさびっくりした。で、立ってさ、パッてなんか眠すぎてさ、こう 目がさちょっと閉じてきてさ、一瞬こう寝かけるみたいななったらさ、こう立って寝ることってできないじゃん、絶対に。なんかカクンってなっちゃうそう、初めてだったな、あの時が。なんか立ってたり、そう、歩いてた時に、なんか眠れるかもってより寝そうって感覚初めてだったうん、そこまではないからさ、今別にそこまでさ、今うん、歩きながら寝れるか、寝そうだった普通に寝なかったけど、さすがにね、寝れなかったけどめちゃくちゃ目が閉じそうだったう
ぶよぶよ、それはあれでしょう、寝てる時にさ動いてるやつじゃない、それ違うよ、歩きながら寝そうだったから違うよ、寝てはないもんだって睡眠時間どの最近わかんないな、今日でもそんなに少なくはない、その時よりかは少なくない、その時何時間だったか忘れたけど、その時の睡眠時間何時間だった、でもそんなに続いてないよ、なんか1週間続いたとかだったらさ、さ無理だけど、そうなんか朝から夜までみたいなやつか、 2,3 日かな、まあでもずっとそんなに睡眠時間がたくさんあったわけではないけど、今日何時か、4時間くらい寝たかな、わかんないけど、うん、ご飯食べながら寝たこと赤ちゃんじゃん、最近やってない、そんなちっちゃい頃になられるかもだけど、赤ちゃんとかの頃これ何分？ 15分前だよね、これこの配信一応、うん、だよね、よかった、親子と多くて焦ってるの、今日は口調が早い、親子と多くて焦ってるよとてもウィコハイに出ることを知ってとても焦ってる1ヶ月ぶりだからね、1ヶ月ぶりプラスショールームイベントプラスエイトの日のリハという、えとても焦ってる、今日知った出ること、え大丈夫かなっていうそう、うん、いや少し先に知った、少し、公園ですね、踊れるか覚えてるかな、え今月の頭の方にちょっと2回、1回公演を2回あっただけなのよ、9日に出たから、そう急遽だったけど、それは6日に出て9日に出て、え、1ヶ月ぶりよいやー不安しかないね他にもやんないといけないことがあるから、いや1ヶ月体が覚えてる、体でもなんかたくさんしたことがあるんだったらさ、この声めちゃくちゃやってたとかだったらさ、まださ大丈夫だろうけどさ、私まだ3回違うな、2回公演の日が1回あって、何回だ、4回、その2回公演のを2ってカウントしたら、フラッコは平日の16時、それはねショールームイベントをみんなが最後までできるようになんですよ、そうスタッフさんが考慮してくださった、もしさ18時半とか18時開演だとしたらさ、できないのよ確実にショールームイベント、最後19時59分が間に合わない、できないから、できるようにすごいね、から
終わってからやるしかない。終わってからも、でもどこでやるんだろうって感じだけど、どこで配信する場所わかんないんだけどさ、まあ近くなって。劇場でそんのかな。だってみんな帰ってからじゃさまあ結局間に合わないってなりそうじゃない配信みんな劇場終わってみんな一旦帰ってからとかだったらさね、終わって劇場終わってどこ帰ってからじゃない、どこ場所でしないとさ、レッスン場だったりとかさ劇場だったりじゃないとね、帰ってからだったら結局できなさそうだし、帰りながらやば場所バレやばいねその日はレッスンあるから本当に3時間できるかがめちゃくちゃ微妙。しんさん、くまたわありがとうございます、ね、ごめん今髪持ってないんだ、ごめんね。このくまって帰って帰ってさ、やっとく、ハットグラフ戦しんさんね、ちょっとなんかメモしとこう、携帯に、ちょっと待って、忘れないうちにと、しつけ、メモたわ、よし、オッケー。しんさん、くまたわありがとうございますありがとう、ありがとうございますなんかここにいたくまちゃん、ショールームのギフトのくまちゃん、ちょっと誰のものでもない、ここにあったありがとうございます、かわいい。それ欲しい、わかる、私もこれ欲しいんだよね、これ欲しい、かわいい、このこまちゃん頭でっかちでかわいいいや誰かのではない、だってここに置いてあるから誰かのだったら置いてないと思う、多分誰のでもない、誰かのだったら持って帰っちゃうと思う、なんかさ、前さショールームのさキャンペーンみたいなやつでさ、こう何ポイント達成したらそうクマちゃんゲットできるよみたいなやつあったけど、私達成してないか持ってないんだよね、それ頭大きいからさ、すっごい首が座ってないかわいい持って帰ろう、やばい持って帰んないよ、怒られるわ、誕生日イベントくれしたらもらえる、あーなんかあったかも、でもなんかそのこの
この見た目のやつじゃなくてちょっとなんか違うやつ、誕生日バージョンみたいなそんな感じだった気がする。でも誕生日11月だからな。もう7月だよ。あと3ヶ月ちょいぐらい先。結構前のイベント、そう、めっちゃ前のイベント。最近はないんだよね。欲しいんですよ。でもこのコマちゃん使う、欲しい、かわいい。私のじゃないけどこれここにあったやつ。ショールームの熊のギフトのやつ、ショールームって書いてある。うん、あ、12分、ランキングもなきゃ。13位からランキング読みます。13位、アラカトルさん、ありがとうございます。12位、香港の春もアットマーク、京川さん、ありがとうございます。11位、 WY アットマーク、影の守護神さん、ありがとうございます。10位、バトニーさん、ありがとうございます。9位、トワさん、ありがとうございます。8位、ニャーコさん、ありがとうございます。7位、ウドさん、ありがとうございます。6位、タカシさん、ありがとうございます。次、5位、ヨッシーパパさん、ありがとうございます。次、4位、ヒロノリさん、ありがとうございます。次が3位、グランツさん、ありがとうございます。で、2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がシンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信のスケジュールはちょっとまた後で7午後に書くので、7午後で相談して決めたいと思います。ちょっとまだ明日何時に出るのかを決めてないんで、ちょっと決められないリスに自主練頑張って、あ、この後、この後はそう、自主練する。帰って、レッスンは終わった。さっき配信始める前に。なので明日でも朝一枠か二枠、もう一枠かなをすると思うので、一枠か二枠をするので、朝は絶対する。朝昼夜でできればいいなと思う。昼もね、一枠はできそうかな。多分夜もできそうです。まあ。また後で、そろそろ時間かな。じゃあそろそろ切れちゃうと思うので、ありがとうございました。また明日、明日もよろしくお願いします。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ、バイバイ。おやすみなさい。おやすみおやすみ。おやすみなさい。長い。おやすみ。また明日。おやすみ。長いよ。今日長いね。